サムさん、センター英語行ってみたいと思います。今日皆さん、不要文削除問題ですが、ここに行く前のちょっと前振り聞いていただけると嬉しいかと思います。で、センターの一般的な長文ですが、設問形式はこういう感じですよね。で、どうやって解いてるんですかと言われたら、例えば本文によゼミとあって、で、選択肢 AB どっちですかと言われたら、もちろん A が正解ですよね。で、もちろんその根拠は何ですか？なぜ A が正解だと思ったんですか？と言われたら、ヨゼミと大学受験予備校が言ってることがほぼ同じだと考えたからですよね。ですから結局、本文中の表現の意味内容、そこと選択肢の意味内容、それがニアリーイコールだから正解に感じるんですよね。つまりヨゼミと大学受験予備校、これが言い換え可能なんですよね。ということは、不要文削除問題、解法が見えてきますよね。例えば、下線部と下線部以外、これが not イコール、もしくはある下線部と他の下線部、見比べていただいて、言い換え可能にならない。そういうところが正解になってくるんですね。ですから、不要文削除問題では、大げさに言うとこのカツ丼ですよね。こういうものを発見したら、これが正解と考えていただけると嬉しいかと思います。では、早速行ってみましょう。サメさん一読お願いいたします。で、皆さん1行目、2行目、3行目と読んできてですね、まず皆さんフライングの話をしてますよね。そしてこのあたり矢の話もしてますね。で、それで下線部1番を読んでみると、一応矢の話にはなってるんですが、皆さん浮いてるのが辻褄合わないですね。で、次の下線部2番読んでみると、飛んでる話で言い換え可能ですね。ですから浮いてる話と言い換え可能なものがないですよね。ですから1番が正解です。さあ、続いての問題です。デミさん、これも1行目、2行目、3行目と読んでいくとですね、都会の話と田舎の話が展開されてますね。デミさん、下線部1番にもそういう話が書かれておりますね。で、それを踏まえて下線部2番を読むんですが、なんか言い換えなさそうなんですね。で、下線部3番、4番続けるとですね、都会と田舎が言い換えられてますよね。ですから言い換えられていない2番が正解ですね。さあ、ラストの問題お願いします。皆さん、これも1行目、2行目、3行目読んでるとですね、こういう感じで皆さん食事、ごちそうの話がつながってますね。そして皆さん、富と地位が社会階級につながりますね。そして次の下線部2番に行くと、食事はテーブルでするものですよね。そしてさらには社会的地位が明確な人たちの話が書いてますね。で、次の下線部3番ではこれですよね。料理を盛り付けするお皿の話がしっかり書いております。そして皆さん、文末はこれですよね。富と言い換え可能な表現来てますね。で、皆さん、下線部4番にもごちそうの話になってるんですが、なぜか映画の話が来てるんですね。つまり言い換え可能なものがないですよね。ですから正解は4番でよろしいかと思います。サムさん、お疲れ様でございました。このユアダッチとスタディでは過去問の解説動画いろいろ配信しておりますので、ぜひ活用していただけるとよろしいかと思います。ということで、今日も頑張っていきましょう。